こんにちは。こんにちは。今年も残りわずかになりましたね。皆さん2018年はどんな年だったでしょうか。私はやっぱりナコがね、ちょっといろいろありましたが、無事生まれてきてくれて、ナコもぐんぐん成長してくれて、とってもいい年になりました。そして優しい皆さんに本当に救われた年になりました。たくさんの温かいお言葉、本当にありがとうございます。特にナコの入院することになったわけと、入院生活中の記録の動画にたくさんのコメントをいただきました。なかなかね、全部皆さんに返信ができずすみません。でも全部しっかりと読ませていただいてます。で、皆さんのお子さんの話だったり、自分のちっちゃい頃の話だったり読ませていただいて、改めて思ったのは、妊娠することや出産することが当たり前ではないということを、今回は本当にね、そのコメントだったり和子で経験したことで思い知らされました。よくね、テレビドラマとか漫画とかで、こう出産までにいろんな、ね、ことがありえるっていうのを頭では分かっていたはずなんですけど、なこをね、無事何事もなく出産したこともあって、なんかどっか人事みたいなところがありました。和子さん起きました。でも今回ね、和子がこういうことになり、当たり前のことではなく、本当奇跡の連続で、赤ちゃんが頑張って生きようとする力や、命のあることのありがたさや尊さを本当に痛感させられました。なのでその思いを忘れずに、来年もギュッとして楽しく過ごしたいと思います。で、前回の和子の入院生活の記録の動画で、どういう思いで動画を公開したとか、動画を撮ってたとか、トトの気持ちも私のコメントの返信のところに書いてくれたので、よかったら読んでみてください。で、今年も1年を振り返った動画をサクッと作ってみたので見てください。どうぞ。お水つけんの？
げてんな。閉めてきてください。はい、ありがとう。上手。
こさんお誕生日おめでとう。
私初めのなこさん赤ちゃんでしたよね私も編集しててあれこれ今年の動画だっけって思いながら1年でねこんなに大きく何でもできるように成長しました。本当最初の頃はね歩くのもちょっとフラフラしながら歩いてねスプーンもぎこちなくてそれが今ではお箸も使えるようになりましたね。すごいね。そうそう言葉もね最初の頃はトトバーイとかそれぐらいしか言えないよ言えなかったのは今ではねすごいよ結構なこさん近い今ではねカカトトロ一緒に見ようとかほんと普通に喋ってます、ね、自分が言いたいこととかもねしっかり喋れるようになってすごいですね感動です僕もね来年はどんな成長を見せてくれるのか二人とも楽しみです。それでは皆さん良いお年をお迎えください。じゃあまたねバイバーイ。